長岡駅にあるフレンドの店舗イタリアントは、新潟県の下越地方、中越地方で提供されている、ファストフード。主にカフェテリア型のチェーン店で販売されている。新潟県民の間では長年にわたって、浸透している、B 級グルメであり、県外に出て初めて、新潟だけの食べ物であると気づく者も,もいるほどである。本記事では、新潟県外の類似した、 麺料理についても扱う。蒸した中華麺にグッとして、もやしやキャベツを加え、多めの食用油で炒めて、ウスターソースなどで味付けが施された焼きそばの上に、トマトソースやミートソース等様々な具材が入ったソースをかけた、ものである。名前から想像されるスパゲティ等のイタリア料理ではない。塩気は、比較的控えめで、トマトの甘みや酸味が、 全面に出た味わいとなっている。トマトソースや、ミートソースの他にも、カレーソース、ホワイトソース、エビチリ、麻婆豆腐などを上掛けしたバージョンがあり、さらにハンバーグオムレツチーズや鶏の唐揚げ及び餃子、等をトッピングしたものなど、種類が多い。1959年に、新潟市の甘味喫茶店、三日月のオーナー経営者であった三日月晴れさんは、 箱根での経営者セミナー受講のために上京した際、東京都中央区京橋の甘見どころ、中橋で大阪風の焼きそばをアレンジしたソース焼きそばに遭遇した。彼はこれにヒントを得て、イタリアンスパゲッティのイメージを取り入れ、フォークを用いて食べるスタイルのイタリアンを考案したとされる。三日月では、イタリアン発売開始の翌年、新潟市内の小学校で開かれた、 文化祭のバザーにも議店を出展して、イタリアンを売り出したところ、口コミで評判が広まり、三日月の売り上げの中心を占めるメニューへと成長した。この新しいファストフードは、翌1960年から三日月のメニューに加えられ、地元で普及し始めた。長岡市の甘みどころ、長岡饅頭本舗の経営者である木村正夫は、同じ商業セミナーで学ぶなど、 三日月晴れさんと進行があった。当時の両社の証券はそれぞれ、新潟市内と長岡市内に限られ、競合の恐れがなかったことから、長岡万獣本舗でもイタリアンを販売するようになった。その後、両社は、麺や、具材の一般向け販売や、イベントの模擬店への出店協力も行った。こうした影響から、1960年代後半以降に、加越地方、 中越地方で学校の文化祭やバザーなどの模擬店がイタリアンを扱うようになり、両者がそれぞれのテリトリーで店舗をチェーン展開したことと相乗して地元で広く親しまれるメニューとなった。三日月のセットメニューの一例。イタリアンとフライドポテト、ドリンクのセット、フレンドのセットメニューの一例。イタリアンと餃子4個のペアセット両者のチェーン店は 地元のスーパーマーケットや駅などに展開しており、地元の人々の間では、店内でのイートインのほか、テイクアウトで、自宅や職場での軽食などにも重宝されている。同じイタリアンでも、三日月とフレンドでは特徴に違いがあり、それぞれ独自性を発揮している。三日月のイタリアンは、墨田麺のソース焼きそばに、 トマトの酸味と玉ねぎの甘みが全面に出たソースをかけ白生姜の塩漬けを細かく千切りにしたものが付け合わせとして添えられフォークで喫食する一方フレンドのイタリアンは丸い中細麺のソース焼きそばにひき肉入りのミートソースをかけ付け合わせには紅生姜が添えられ割り箸で喫食する三日月がフォークを使用するのは 前述のようにイタリアンスパゲティをイメージしていることが背景にある。一方でフレンドが箸を使用するのはイタリアンを餃子とセットで販売してきた名残である。現在、三日月は下越地方の新潟市を中心にフレンドは中越地方の長岡市を中心にチェーン展開している。長年互いの地元に出店しないという不分率が守られてきたが近年は 両社間での地域別住み分けが崩れつつある。2003年以降、三日月は、中越地方への進出を段階的に進めており、小千谷市のスーパーマーケットベーシアスーパーセンター、小千谷店、三つけ市のパチンコ店スーパーセンタープラント五三つけ店に出店し、2010年3月19日には、長岡市内のロードサイド型複合商業施設、アクロスプラザ長岡に出店した。 さらに、上越市のスーパーマーケットバロー、上越モールに出店し、これまで、両者の未出店地域であった上越地方にも、進出した。しかしながら、現在までにそのいずれもが閉店に至っている。一方のフレンドも下越地方へ進出する動きを見せ、2010年10月30日に、新潟市中央区の新潟駅ビル心西に、出店したが、 2012年4月15日で閉店し、それ以後は、下越地方に出店していない。新潟市と長岡市のほぼ中間点に位置する、県央地域では、以前から、両社の店舗が並存している。山城市内の四山城店にはフレンドが、ズバメ市内のイオン県央店には、三日月が、それぞれ入居している。この両店舗は、沿山城駅を挟んで、 約3キロメートルの距離にある。この他にも、山条市内には、三日月が、昭和通りでの単独出店を経て、ジャスコパルム店内に出店していたが、2001年にイオンが同店を撤退させたことに伴い、三日月も閉店した。地域別住み分けが崩れたことについて両者は、時代の流れもあり、互いに成長すれば避けられないとしている。また、 近年の B 級グルメブームも背景に、両者のイタリアンを食べ比べてもらい、相乗効果を狙いたいとの思惑もある。フレンド側は、売り上げは変わっておらず、悔い合いはない。むしろ競い合うことで注目を集め、イタリアン自体の知名度を高めたいとし、一方の三カズキ側も、県全体にイタリアンが広がっていくのは互いにプラスになる。 地域で違ったイタリアンがあることを認知されてこそ、新潟名物になれると、両者とも相互進出を前向きに捉えている。実際に、イベントや、物産展などの機会に、両者間のコラボレーションが不定期で実施されており、過去には、フレンドの焼きそばに三日月のソースをトッピングした、コラボメニューの販売が行われたりもしている。全国展開の試み三日月とフレンドの両者は、 過去に、新潟県外のフードテーマパークや、県外で開催されるイベントなどに出展しており、これらは、イタリアン自体の特殊性も、相まって、注目を集めている。また、両社とも過去に、県外で、店舗、テナントを出展したことがあるものの、比較的短期間で撤退を余儀なくされるなど、現在のところ定着には至っていない。三日月は、 以前大阪府大阪市何和区の南場パークス内に所在したフードテーマパーク大阪ヌードルシティ何和面だらけにオープン当初の2003年10月から2004年2月までの期間限定で出店していた出店期間中のイベントご当地麺合戦ではパーク内の店舗でどの店が美味しかったかを問うアンケートで複数回1位を獲得したこともある オープン当時には、テレビ東京でも珍しい麺料理として、新潟イタリアンが取り上げられ、首都圏でも紹介された。三日月は2004年4月17日に、長野県中野市の、スーパーマーケットベーシアスーパー,アースセンター中野店の、オープン時にテナントを出店したが、2005年5月7日に、閉店した。フレンドは1980年代に、 群馬県高崎市連寂町に店舗を出店していたが、その後閉店した。出店当時に来店した経験がある、地元消費者の中には、イタリアンの味が忘れられず、長岡へ来訪した際にフレンドを訪れる人もいると、いう。フレンド、北町店のドライブスルー設備国道8号、長岡バイパス沿いのフレンド、北町店は1976年に開店した。 同社発のロードサイド型店舗でドライブスルーが設置されている。これはアメリカへの研修旅行の折、ファストフード店のドライブスルーを目にした創業者が車社会への対応を見越して導入を決めたもので、日本国内のファストフード業界においては1977年に導入した日本マクドナルドに先んじた試みだった。北町店の敷地内には、 日本初ドライブスルー発祥の地と記された看板が設置されている。三日月は県内で開催されるプロスポーツイベントでもイタリアンなどを販売している。電化ビッグスワンスタジアムで J リーグやアルビレックスに E 型のホームゲームが開催される際やハードオフエコスタジアムに E 型でプロ野球公式戦が開催される際には それぞれ売店ブースに不定期的に出店している。フレンドも長岡祭りなどのイベントで売店を開設している。このほか県内のスーパーマーケット各社やコンビニエンスストア各社も新潟県内の店舗を中心に、それぞれイタリアン焼きそば、イタリアン風焼きそば、焼きそばイタリアンなどと称した類似商品を発売している。一部は、 県内の店舗でも発売されることがある。写真のイタリアン、焼きそば書籍ウェーブ媒体。ありがとうございます。